はいどうも、トミです。船橋路地裏散策。今我々がいるのが本町中央公園というところでございます。実は旧船橋市役所がかつてあった場所ということなんですね。昭和33年までこの地に市役所が建っていたと。ここからですね、ちょっと裏に住宅街の路地に入ったところにですね、結構歴史深い面白スポットがあるということなので、今日はそこを巡っていこうかなと思うんですけども、妙泉旅館、廃旅館となっているみたいなんですけども、この間ちょっとこの辺をうろうろ散策していた時にたまたま見つけたんですけども、でネットで調べたところ、結構そういうブログ記事とか写真が出てきたりするので、ニッチな名所みたいな感じにはなってるみたいです。今どういう状態なのかというのを皆様にお届けしたいと思います。結構ね、住宅街にいきなりある感じ で、はい、で周りに新しい家もあるから、はい、なんかね、ちょっと異様な雰囲気なんだよね。だから僕もね、たまたま通りかかった時めちゃくちゃびっくりしたんですよ。おおどう、もう今もうめっちゃ近いんだけど、うん、ほらちょっとあのうっそうとした感じ。おお、いやめっちゃ生い茂ってるじゃん、うん、この時点でちょっとあれって思いますよね、うん、これです。まあね、もうこう木が生い茂ってるんで中全然見えないんですけどね。ちょっと中が見えますかね。だいぶ家屋古そうです。門があります。隠れちゃった。ここにも看板が出てます。妙泉旅館。あっち行ってみる。ちょっとね、ちらちら奥の建物が見える。うん、それが逆に怖い。ちょっと見える。ここにも。こっちはオープンになってますね。そうですね。ちょっと行ってみましょう。はい、低い。あ、昔のだから。空気感がジメッとしてるというか、うん、湿気っぽい感じしますね。道路とかあったり、やっぱ多分ね、こう旅行客がこう入ってくる道中をちょっと照らしてたんだなっていうのは分かりますね。ここが玄関なのかな。呼び鈴みたいなのもあるし、ね、でもそこにももう木が玄関に思いっきり木が入って、見てセンサーのライトがついてる。思ったより最近まで営業してたというかね、使われてたんじゃないかなと思いますね、うん、平成に入ってでもやってたにしてやっぱ低いね。そうだね。ここは昔だってね、こ
うやって1本出てくればこういうね開放的な舗装された道があるんですけど、1本入るとあの空気感ですから、ね、このギャップがまだまだこの船橋という街にあるのが、なんかそれがすごい面白いなと思いますね。そこから駅歩いて10分もかかんないぐらいのところが駅なんですけど、そこの路地入ったところが廃旅館妙泉さんをちょっと今日見に行ってみました。はい、興味ある方は見に行ってみてください。いたずらとかしないように本当そっと見守るだけですから、ああいうところは。ということで最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ動画への高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。